とレッスンをしてきました。ちょっともしゃもしゃです。眠たそう、うん、けど配信したいなと思って始めてみたけど、眠すぎたらやめるな眠すぎたらやめちゃう、ごめん。こんばんは。今日はチーム系公演だったんですけど、初めてじゃないんかな、久しぶりなんかな、なんかそこら辺分からへんねんけど、女性限定公演にでしたごめん、まつげの様子が気になった。今日ちょうど松葉に行ってきたから。どう？いい？そう、今日は女性限定公演でした。初めて出たことあるんかな。そう、まあでももし出てたとしても、もう近年やってなかったからすごく楽しかったです。いつもと何らというか、まあ変わりはないんですけど、なんか割合とかが全然違うよね。今日夕飯食べてないわ。さっきスタバで芋のフラペチーノ飲んだ。ずっと飲みたかったから今日は頼もうと思ってて飲みましたっていう変な顔も加えつつやっていきます。おお、ギフトありがとう。今日めめキラキラしてて見とれてしまって、やった。キラキラしてた？これハドの T シャツちゃうで。そう、また飲もうって思うくらい美味しかった。今日の美女最高だったよって。やった、今日確かに顔の調子良かったかも。どう？誰か見に来てくれた人いる？ここに。そう、パリジェンヌをしてます。3週間くらい行けてなかったから行ってきた。可愛かった？なんかめちゃニコニコ見守ってくれてたイメージやった。可愛いみたいな声が聞こえて嬉しかったし、なんか私のファンの方っていうのかな、私のうちわを持っている方がすごく多くて、増えたんかな、女性のファンの方。まあ女性男性とかそういうのじゃないけど、今回は女性限定って言ってたから言うね、女性って。そう、うん、ごめん、そう、なんかスタッフさんにも言ってもらえた。女性のファンの方多いねって、なんかめっちゃいたねって、ずんちゃんのファンの方が嬉しかった。っていうかさ、なんか宣伝するの忘れてたんやんか、女性限定公演の、過ぎてしまって。だから私のファンの方は
まあ2人か3人くらいかなって思ってて、そう、そしたらめっちゃいた、数えきれないくらいいた、だからいっぱいレスした。わ、30分だけにしようかな。スイマがすごいんだよ。オンライン話し会の振り替え申し込んだ。あら、なんか振り替えあったっけ私。あ、なんかの振り替えが、え、うん、自分のファン見つけた時のずんちゃんの表情ほんまに可愛いやって、やった、嬉しかった、めっちゃ。あ、あれか、休んだ時のやつか、対面のやつ。あ、肌タウン開いちゃった。え、9月17にあんの？え、そうなん？ん？そうなんや、何も連絡来てなかったや。今月の17日に振り替えがあんねや。ん？それってどこで発表されてんの？宣伝してないよね、私初めて知った、ごめん。確認して明日言うね。あ、そうなんや、そうやんな、そうなんや、どこで発表されてる？公式？公式？どこだ？こんばんは。そう、髪の毛めっちゃ伸びてん。しかもさ、波動もさ、そのもう一個前の公演もありがとう。そこからそうやな、まだ9月なんて配信してへんかったな。ずんちゃん好きだって、嬉しい、大好き。公式のブログで見た。あ、そうなんや、ちょっと見ておくね、ごめん。最近美容室行った？行ってないね、ほんまに3ヶ月くらい行ってない、ほんまにやばいよな。プリンなってきてる？そうやね、さ、そろそろ美容院かなって思いながら日々生きてる。そう、なんか公演とか波動とか今日の女性限定公演とか、なんか私のうちわを持ってくださる方がまた増えてきて嬉しいなっていう気持ちになってます。ありがとう。今日髪の色茶色っぽいって思った。あ、確かに真っ黒やったからさ、最近落ちてきたかも髪色。何色が好き？あら、ありがとう、ギフト、たまやギフト。たまやギフト、オンデマ見ながら可愛いって連呼してて。オンデマ見ててくれたん、ありがとう。お話し会も売り切れおめでたいやって。あ、そうそうね、また3部目すごくない？なんか思った。なんか思ったって、ごめん、なんかちょっとなんかまったりしてるけど思った。ね、10月15日かな、やんの、ん、何日だ、
10月15の5部、9部かな、5部か9部がまた受付終了して、すごくない？え、2部目？ 3 部目かな、ありがとうございます。2部目かな、3部目。わ、花火ありがとう。あ、なんかすごいギフトが渋滞して、わーすごーい、ありがとう。そう、ありがとうございます。ずんちゃんファン増えてて嬉しいです。もっと布教していきます、ありがとう。確かに最近増えてきたっていう言い方当てはんだよな、感気になってくれたり好きになってくださる方が増えていてとても嬉しいです。なんかお友達の、うん、違うわ、なんか関わってる人のお友達の方もずんちゃん好きでっていう方が多くて、もうそれも嬉しい。めっちゃ花火もハンターもありがとう。あとなんか輪投げ会みたいな始まったね、輪投げ大会。みんなするの？輪投げ大会。ありがとうハート。輪投げ会なんなんやろ、あれ何いう、どういうシステムな。チーム稽古行った時一緒に行った友達がずんちゃん可愛いって言ってた。やった、そういうの嬉しい。どうなったらどうなるん。ずんちゃんは人を引きつける魅力があるかって。なんなん輪投げって、なんか有料なん。なんかチェキ取れるやつやんな、嬉しかった。ずーちゃんどんどんかわいいかわいいね、ありがとう。限定の写真購入したら輪投げできる仕向き、仕向き仕組み、輪投げ縦横斜めどやか揃ったチェキ。ええー、めっちゃ夏祭りやな。ずんちゃん白すぎてレフ板みたいに光が反射してました、眩しくて可愛かったですって、ありがとうございます、嬉しい。あ、可愛いいっぱい来た、ありがとう。嬉しい、色白いって最近言ってくれること増えた、言ってくれること、言ってもらえることが増えて、ありがとうございます、嬉しい。それはチェキ取れたら嬉しいよね。ってことはさ、今日チェキ取れたの人ってすごいんや、なんか輪投げ成功したってこと。うん、最近ずんちゃんにハマりつつあるやって。なんか足めっちゃ痛いねんけど、4日前くらいから。ここなんなんやろ、なんかくじいたんかな。今日も何回かうっってなって言ってもうた。な、整骨院とかなんかな、これって。なんかね、何かの反動でいつも痛いな。チェキって公演後取るん？そう、公演後取るよ。
女性限定どうだった、え、どうだったろう、ほんと女性限定ね、どうやったか、なんかかわいいみたいな声がいっぱい聞こえて嬉しかったんで、なんて言うんやろ、なんかすごい、なんかで見てくれてて嬉しかった。もぎさんのね、やっぱファンの方が多かったね、こうファン層がわかるというか、ファン層っていうのか、そう、もぎさんほんまに幕開いた時にこれもぎさんのソロコンってことってなって、それはもぎさんに言ったらめっちゃ笑ってた今日はもぎさんのソロコンでしたねって言ったら、いっぱいいて嬉しかったって言ってて可愛かったあ、MC もねたくさん笑ってくださって、あ、ありがとう、ギフト、なんかすごい微笑みが多くてあたたたたたったね、なんかにこやかに見てくれてる、かゆ足、そう、あら、おお、すごい花火、ありがとう、めっちゃ足かゆい、なんかさ、ほんまにお腹空いてたんか喉乾いてたんか、なんか糖分が切れてたんか分からへんねんけど、なんかさつまいもフラペチーノ一気飲みした、うちあんなフラペチーノ一気飲みした初めてってくらい、なんか味わえばよかった、もうちょっともう一回飲もう、食べていなくて体調、ここねちょっと数日結構食べてたので、ちょっといいお休みタイム。もぎさんのファンって何で判断したの、え、ペンライトかな、さあ、おお、すごい金魚、でも私のファンの方もいてくれて嬉しかった、スズハーっていうなんかうちわとかペンライト色のやつとか、なんかこんなやつ、うちわじゃなくてこうやって持つやつって、なんていうん、なんかかたどったやつ、キラキラの太文字のああいうのとかグッズとか嬉しかった、めっちゃ探した自分けど、いっぱいいたよ、やっぱり半までにしようかな、ちょっと睡魔が持たへんかも、ごめん、ちょっとコンタクト外してメイク落として寝ます、メイクだけは落としてみせるから待っててな、ごめん、いい、あら、花火ありがとう、ちょっとだけ眠たくなっちゃったちょっとね、ちょっとだけパタパタってしてたので、ありがとう、今日はめっちゃ楽しかったです、超最高でした、ありがとう、ありがとう、ごめんね、遊びばっかりしちゃった、もちろんいいよ、やって優しい、昨日ゴンちゃん何味飲んでました、何やったかね、
ザクロみたいなやつ、ザクロミルクやった気がする。炭酸じゃない方のミルク飲んだ気がする。タピオカのやつね。なんかあんまどれがいいとかの感情がその時なかったから、まなかちゃんが飲んでたやつ真似して飲んだ。あ、くるちゃんも一緒に飲んでたわ。でもくるちゃんはちょっと違う味やってん。金魚ふふふ。そう、ザクロ、ザクロさ、昔学校に生えてた木のやつ食べてたんやけど、それってダメなんかな。なんか中に入ってるから種がってして酸味をもらってプッってゴミ箱にちゃんと捨てて、お家に持って帰ってちゃんと取ってね。なんか小学生の時とか木に生えてる実とかめっちゃ食べてた。あのツツジもめっちゃ吸ってたしザクロもめっちゃ食べてた。いや、分からん、ザクロってそのまま食べられるんかな。まあ今生きてるからまだあれやけど。そう、ほんまにそこら辺になってる実とか、いやめっちゃご飯は食べてたよ家族とかもう満足にご飯を食べさせてもらっていたんですけれども、なんかやっぱなんていうのかな、こう都会に住んでないから、もう遊ぶことがないから、公園とかしかないの、学校とかで。学校は時間決まってるし出なあかん、だからそれなら公園で遊ぼうってなって公園で遊んでてんけど、ザクロとか見つけて取って割って食べてた。なんかこんなちっちゃい赤い実とか食べたり、何食べたかな、種みたいなのとかも食べてたり、あとは何かな、ツツジはめっちゃ吸ってた。学校の行きしなにめっちゃ吸ってた友達と。なんか友達が教えてくれて、こうやって取ってふってとめっちゃうまいねんでって教えてくれて、え、そうなんって言ってふって、その子と一緒に吸いながら学校行ってた。そう、その女の子もなんかすごい一緒にめっちゃ公園とかで遊ぶ子やったからめっちゃ食べてた。そう、トマトもね栽培してたよね、あれも食べてた。普通に美味しいよね、しかも育てたトマトって。なんか酸味が少なくて美味しい。そうザクロ食べてたのめっちゃ思い出した。なんかな、しかもそれ貴重品やって、貴重品、貴重な感じで、それで食べてた。美味しかった。ちょっと眠たさが出てきてしまってる。間違えた、日を改めればよかったんけどさ、この3日間の公演とか波動の楽しさをみんなに伝えたくて勢いで配信してました。牡蠣は食べてなかったね。なんやろな、なんか怖かったのよ、牡蠣は黒くて。だから牡蠣は食べてなかった。だからやっぱサイドが強めの、そう、赤とかピンクの身とかそういう系を私たちはいけると思って食べてた。よく生きてたよね、ああいうのってさ、食べられるのかな。眠いのにありがとう。そんなんじゃない、みんな優しすぎ。配信ありがとうじゃないよ、違う話聞いてもらえたかっただけやのに。みんな秋服買った？もうさ、秋服見てんねんけど早くない？
波さん卒業会ありがとう。そう、山波さんの卒業公演もあったやん。すごかったですね。ドレスほんま素敵やった。まなみさんらしくて可愛かった。もう夏服買うのやめたで。これ以上夏服を増やしたらと思って秋冬を見てる。月見バーガー絶対食べたい。もうね、食べるって心に決めて。おずんちゃんが撮ったまなみちゃんのドレス写真素敵だ。嬉しい。今日まなみさんから連絡来てた。まなみさんからも連絡来てた。ずんちゃんの撮った写真センス良すぎてって言ってくれて、なんて優しいのって思って。ね、早く涼しくなってほしいね。月見バーガー楽しいね。今くり、お父さんがさ、帰省してた時にお父さんがガチャガチャさせてくれてスライムした。ああ。なぜ好きになったの？なぜ私だったの？聞いてみたいけど胸が苦しいよ。なぜ好きになったの？なぜここでいたの？見つめ合うだけで愛を感じるよ。こんな広い宇宙の片隅で出会うなんて奇跡よ。私たちのリズム。なんかまなみさんらしい選曲で素敵やった。ごめんなさい。これを詰め込んでます。すいません、ごめんなさい。変な音が鳴ってしまいました。そうそうとか言って、そう、スライムちょっとハマったよね今。プーって言ったね、ズボンについたし。うならぶーって言われた。うならぶーじゃないよ。ほら、ギフトありがとう。うならぶーってなんやねん。こんな30分。ずーちゃんブーしないよ。ずーちゃんアイドルだからブーしない。今のは声だよ。スライムブーじゃないよ。ブーしないよ。ブーしない。そうだよ、今のはスライムだよ。プーしたとしてもこんな配信の中でこんな大きいのプーしないじゃんか普通。プーって言った、さっき。ちょっと待って、眠すぎる。ね、普通にもっと恥ずかしがるやろ今のプーは。プーしないけれど、プー、あのアイドルやからプーしないけど、こんな何発もしんやろこんな配信で。なあ、今の自分やったらもう
ごめんなさいって言っちゃってる。プーしない。みんなはすると思うけど、私はしませんしません。ということで順位発表します。目がもう開きません。13位しゅうちゃん、おおきに。12位みちさん、おおきに。11位ドラドラさん、おおきに。10位山根千穂、ずんちゃん大好きさん、おおきに。9位いのちゃん、おおきに8位みゆさん、おおきに。7位すみロングアットマークずんちゃんずさん、おおきに。6位まるさん、おおきに。5位はるかちゃん、おおきに。4位さっちゃん、おおきに。3位ヤマジンことエドウィンさん、おおきに。2位鈴木アットマークずんちゃんが癒しさん、おおきに。そして1位はカズくんです、おおきに。毎度おおきに、ありがとうございます。そしてカズくん1位おめでとう、ありがとう。そしてたくさんのギフトもありがとう。なんかたくさん投げてくれたの見てたし、花火パーンって打ち上がったり金魚が来たり、ありがとうございました。ということで、え、今って土日やんな。土日、うん、土日楽しもうねということで、みんなおやすみなさいだよ。メールさ送られへんかったから明日送るね。じゃあまたね、みんな。おやすみ。今日も一日お疲れ様。バイバイ。おやすみなさい。